朝日が昇り始めた宇都宮にあるビジネスホテル、ここにモン吉が泊まっているとの情報をキャッチ。待ってるよな俺のこと。カメラが見る。おりょうさん、おはようございます。おりょうさん、ちょっとせっかくお越しに来たんですから、ちょっと。え、なんだよ。おりょうさん。なんだよお前。おはようございます。お前掃除のおばちゃんかと思ってた。おはようございます。あれ、おはようじゃない、何やってんだよお前。何やってんの、とんなよお前。いよいよですよおりょうさん。いや昨日飲んじゃったんだよな。何がいよいよだよお前。いよいよ日光ですよ。え、日光。日光は楽勝だよお前。本当に時間の無駄だよお前。そんな俺まあ行くよお前。それで何しに来たの。まだあったかいかもしれん、ね、昨日の夜待ってたのに。あったかい。え、一体なんで今度早い時間。いよいよ予選の朝、僕の門出に素晴らしい今日は爽やかな天気です、お台場に向けての予選頑張ります。新車です。時に疲れて目指し70台以上が集まった栃木県日光サーキット、待望のニューマシンもなんとか間に合い厳しい予選を迎え。予選でどんな気分なんですか。いややっぱ妙な緊張感あるよね。こんだけ大水分とね。徹夜に次ぐ徹夜の末、予選前日にやっと走れる状態になったこのニュースープラ。シェイクダウンが予選というぶっつけ本番の中、メカニックもドライバーも手探り状態。練習走行が貴重な時間となる。さあ練習走行です。トップでコース一体どんな走りを見せてくれるのかと思ったら、やられた。あ、俺ノーコメント。ああ良くも悪くも目立っちゃうってところがさすがモン吉。審査員合流で最後のドラミ。これから始まるお台場へのサバイバルレースに緊張感が高まる。生き残れるのはわずか十数台。ねやろう、落ちてみとこ。ねやろう、ぶっ殺してやるからな。気合いの一言。いやいや、落ち着いて頑張る。気合い入れてもしょうがない。緊張しすぎておかしくなっちゃったのか、はたまた何かを悟ったのか。いよいよ予選本番。2005年 D1 グランプリラウンド2お台場へ向けての日光予選です。精鋭73台が、そうですね、 D1 強を持ったすごいドライバーたちが集まりまして、10台の枠に73人も来やがって。本当にやめればいいのにね。そんな確率やめればいい言うなお前。お台場生きてんだよみんな。え、なんでこいつらがいんの。はい、お前らなんでこんなとこにいんの。兄貴のため。兄貴、俺の兄貴のためということで、このゼッケン17番、はい、A グループから予選行ってみたいと思います。ちびっちゃいよ俺。さあスタートしてきました。注目のオリトマラブ始まる。スープラどういった走りを見せますか。ストレートスピードを抜けてきた。角度ついている。角度もある、角度もある。さあさらに1ダイブアウトライン。これは綺麗に持ってった。オリト99。この日光予選は無難にこなしてきそうですよ。オリトスピードもある、角度もある、2コーナーのクリップラインも悪くないですね。オリトマラブ頭角ライン来てますね。よかった。車が無事で。いや、とりあえず大丈夫そうですね。いや俺は本番に強いね。あんな走り今までできたことなかったんだから。よかった。まあこれで結果待ちます。下方は寝て待って。場所もはばからず大の字のメカニック。全ての予選が終了いたしまして、
それでは皆さん、お台場行き発表いたします。上尾勝弘。次々と呼ばれる自分以外の合格者に本吉も徐々に不安に。13人目ですね、これ。以上です。忘れてた。あ、忘れてました。一番最初です、折戸学ぶ。どうもありがとうございます。審査員のお茶目ないたずらに予選突破の喜びもひとしよ。事務局からお台場への資料を受け取り、練習走行のため急いでお台場へと向かう。日光予選とりあえず通ったんで、お台場に行きます。それから練習走行。お前、はい、後で会おうぜ。いや、一緒に行きましょう。俺の上げてください。予選後の練習走行を有意義に過ごし、いよいよ本戦日、お台場。メカニックも準備に抜かりはない。本吉はというと、なんじゃこりゃ。本吉、お前はどこに向かってるんだ。これ多分このあのバイクのイベントの方の司会の人でしょ、これ。ほら、全国の少年少女職、健全な毎日を送っていらっしゃるでしょうか。薬をやってはいけません。こうなるとばい。この方がいい。ひらひら。あ、手がまっすぐなっとるとですよ、ほら。これね、あのね、車ね、こうやって掃除できるんだよ、こうやって。薬をやってはいけません。くれぐれも言っとくばい。1回戦開始の時間が近づき、昼間ふざけていたモン吉もマジモード。今までのこの去年のお台場とかアメリカとかさ、そういうの、そういう時ってのは自分のその何をどういう発射でいいのかってのは分かりづらかったから、今日はだいぶね、最後の練習で少し見えたから、それをちょっと思い切りやってみるよ。まあ、まずはベスト16に残る。いよいよ1回戦本番。シードの先輩方から激励を受け、本吉もだんだんその気に。盛り上がってテンション上げていこう。上がってくださいよ。ね、上がってくださいよ。見てるからね。上げてね、上げて、見てるから。上げてね。この人は上がるととことんいきます。折戸の車を作った土屋エンジニアリングの社長がいるぞ。やっぱさ、はい、自分が作った車だから見てみたいんですよ、ね、見てみたいね、どんな走りするか。ベスト16残れるといいんですけどもね、うん、でも折戸下手だってのは知らないんだよ、彼は。ノートないですよ、練習走行で良くなりましたよ。かなり、はい、さあ、いよいよ注目、何を見せてくれるんだ、折戸学ぶ。何気にうまいじゃん。何気にいいとこ持ってきます。そして何気になんか色跡が光ってますよ、この車。光ってる、光ってる、ほら。なんかあちこちでなんかやらしい、なんかムードを漂うようになんか色が光ってますけど、なんかピンクキャバレーみたいな。ほんとほんと、98.8 って言ってた。99ジャストやったらだけど、結構いますよ、たぶん。小林さん、どうでした？いや、うまいってなのかな。もうちょっと、もうちょっとだな。いきます。1位、今村陽一。マジ？おー。2位、小林陽一。末永雅夫。いまいちだったというモン吉、果たして結果は。おー、やったありました。初の追走前にドラミでしっかりお勉強。アイコンタクト取ってからスタートすること。思いっきり行こうぜ、思いっきり行こうぜ。盛り上げようぜ。一番やりたかったこのスタート。いや、まあほら、ある意味さ、レースは弟子だからさ、弟子はまさか賞を抜くことはないだろうな。そんなことをするような人間じゃないからさ。ドリフトだと僕の方が先輩なんで、まあ弟子がね、僕のことを。まあドリフトは俺の方が先輩だ、お前。あ、そうだ、そうだ。 D1 はお前のが先輩だ。やばい、どうしよう。思想に向け慌ただしくなるピット。いや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 。思想はいきなりの一組目。
相手は格上の陽一。目立ってなんぼのこの男に与えられた最高の舞台。心地よい緊張感の中、気合もテンションも最高潮。いやー楽しくなってきたよ。やっぱね、俺人と走るのが燃えるからね。いや初めての追走なんで、なんかいいね、嬉しいね。いよいよこっからはベスト16トーナメント追走です。なんとなんと今村陽一と織戸学だ。織戸学がベスト16残りました。これはちょっとある意味ビッグアウト。しかし織戸学は初めてですからね。そうです。追走は、はい、一体誰がこの織戸学と対決することになるんだろうと注目されておりましたが、まずは今村陽一、2003年度のシーズンチャンピオンと相対することになりました。来た。まずは今村陽一、その後ろから織戸だ。さあどうだ。織戸が抜いたよ。行った。織戸が抜いたよ。織戸オーバーテイクドリー。すごい。73織戸。これはちょっと陽一は油断してませんですか。陽一がまさかインに入るとは思わなかった。思わなかったんでしょう、さあ大変なことになりました。入れ替えになります。今度は八丸スープラ、織戸学が前、そしてその後ろから今村陽一。さあ今度は今村陽一も狙ってくるかもしれない。さあ織戸の角度、織戸の角度、そしてイン側に今村、これもくっついてくる。綺麗な、これも素晴らしい体勢。ものすごいレベルの高い戦い、2台両者。この2本目はゴムよりは若干陽一。陽一。しかし、しかし、しかし抜いてるのは織戸。ということで発表いたしましょう。ベスト8進出、織戸学ぶ。あれ確認しろ、のどけのどけ、のどいて、照らし当たれる、照らし当たる、全部確認しろ。ジャッキジャッキジャッキ持ってこい。全部確認して、まあ、ガタ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 言ってる。何？分かんないけど上げて、ちょっとチェックだけして。原因が分からず慌てるメカニック、時間が一刻一刻と過ぎてる。ああダメ、何ミッション、ああこれデフ引っかけた。えデフが引っかけてる。ダメ、テロシャン回ってるから。終了だ。終了。デフブロー走れない。不戦勝リタイア。情報が入りました。あらら、なんと織戸学ぶデフブロー、ここで準決勝進出。不戦勝で上尾勝弘決定となりました。皆さん聞こえるかもしれません、ベスト8まで進出してきた織戸学ぶに大きな拍手。織戸聞こえるか。なあお前、中古のデフなんか使うからだよ。言ったじゃん俺、優勝のチャンスを逃したな。まあこれでだいぶアピールはできたべな。あ勝って負けたのが悔しいけどな。まあドラマがあるじゃないこれで。お客にマシントラブルという見え切らない最後に、モニターを眺める背中も小さくなるのうち、自分がこの表彰式の真ん中でキャップを掲げる姿を想像し、本気で悔やむこの男が今後どんなドラマを見せてくれるのか。まあ残念ながら車が壊れちゃったんですけども、まあ、これもね準備不足、ということもあってね、まあ本当解体屋から買ってきた車のデフそのまま使ってるんで、俺は新品使えって言ったんだけど、まあそういうね、悪いことが出ちゃったんで、今後はですねそういうことにも僕は注意を払って一生懸命戦いたいと思います。ありがとうございました。